巌の苦労というものは並大抵ではないと思います。それを考えますとね、せめて再審法改正なり、何なりしていただきたく思います。1966年、当時の静岡県清水市で4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんをめぐっては、検察側が再審をめぐる裁判で有罪を立証する方針を示しています。姉のひで子さんは25日の会見で、再審制度の改正を訴えた上で、再審がすぐに開かれるようにしてもらいたいと述べました。また、巌さんの現状について、年のせいか歩かなくなったということで、最近はドライブに行くなどして過ごしていると明かしました。